参議院の政治倫理審査会は午前10時から始まりました浴びら町出身で元オリンピックパラリンピック担当大臣の橋本聖子議員は午後に出席する予定です橋本議員は一昨年までの5年間で自民党安倍派からのキックバック2057万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことが明らかになっています裏金問題 あったということはちょっと残念だなと思ってますけど不自然で納得いきませんね納得いくような説明をしていただければ政治倫理審査会をめぐっては衆議院で開かれた際に実態の解明につながらなかったと野党側が批判していて橋本議員の発言も注目されています